それでブラジルに渡って、はい、まずそうだよね、生活、まあ、言語、言葉、はい、ポルトガル語だっけ、はい、ね、どうやって覚えたのかなと、これすごく聞きたかったんですけど、はい、勉強法というか習得法、語学の、そうですね、これを聞けば、はい、他の語学に応用、言語に応用できるのかなと思って、ポルトガル語以外の言語も同じように勉強すれば、はい、できるんじゃないかな、できるとは思いますよね、自分の中で。だからこそ今日聞きたいなと思って、はい、何をまずやればいいのかなと、まあ、ヒアリングだね、はい、あとなんだろう、まあ、文法とか単語とかいろいろあるけど、はい、どんなやり方をやってるのかなと教えてもらっていいですか。まあ、僕はブラジルっていう国に行ったので、うん、周りは当然ブラジル人ばかりですよね。逆に言うと、そうだね、うん、日本語が通じない環境ですよね。そうだね。だから嫌が上に、嫌が上にも習得はするんですけれど、正直な話、最初の2週間3週間は何を言ってるか分かんないですよね。分かんないよね、本当に分かんないですね。ずっと雑音が流れていくっていうような、周りで何を言おうが、うん、全然わかんないですよ。ちょっと恐怖だねそれね。そうですね、自分の言いたいことも伝えられない、うん、もちろんブラジルって移民が多いので、うん、日本語わかる人がいたりして、うん、いるね、僕の周りにもブラジルに留学、ブラジルから日本に留学していた、うん、サッカー留学をしていた人がいたので、うん、その人がわかってくれたっていう程度で、なるほど、それ以外では当然のように言葉通じないですね。いや英語とかだったら一応勉強、はい、まあ、僕らしてるじゃない、はい、高校大学の勉強から、はい、だからなんとかまあ分かるかなと、そうですね、最低限のコミュニケーション取れるけど、はい、ポルトガル語全然分かんないもんね。僕もだから飛び立つ前に数字の1から10までと諸々の挨拶程度は覚えていったんですよ、はいはい、でもその程度だけなので、あ、そっか、全く分からなかったんですけれど、でも実際に日本でもそうですよね、うん、初対面の人と話す内容って決まってるじゃないですか、うん、初めまして、うんうん、あなたどっから来たの、うん、何しに来たの、うん、なんていうような決まりきった話だと自分の中で知っている単語が出てくるんですよ、うん、耳が慣れてくるんですよね、うんうんうん、そうなると徐々に自分の中でストックされていくんですか、あ、この言葉聞いたことあるぞ、へー、こんな言い回しそういえばしていたな、となると聞き取りができてくるんですよ、リスニングが、はい、そうですね、で、あの人こうやって話していたな、だから真似して使ってみよう、もちろんそれが正しいかどうかなんて分かんないんですけれど、うん、そうすると一応会話にはなってくるんですね、うん、で、それが10人20人と同じことを繰り返していくから、大体の初対面の人には話ができるようになってきたんです。へー、で、もしかしたらこれはこういう意味なんだろうなって推測できるような単語とかも、うん、できて出てきて、うん、もちろん家に帰ったら辞書で調べてみて、あ、やはりこれはこういう意味だったんだなっていうのが徐々に増えてくると、少しずつですけれど会話が楽しくなってくるんですね。あ、そこに行くんだ。だんだんですけれど、けれど、まあ1ヶ月ぐらいはかかりましたよ。いやいや、1ヶ月でそこまで行くんだ、はい、すごいなと思って。いや、だからやっぱりその中に行くしかないんだね、もうね。それが一番簡単ですけれど、ね、怖いけどね、はい、周りに頼れない環境だと、うん、やらざるを得ない、嫌が多いにも、うん、やりますよね。覚えざるを得ないし、はい、ね、辞書で調べざるを得ないし、はい、あれどういう意味なんだろうって、はい、逆にそれ、ね、知らないと困るしね、きっとね。そうです ね、 ね、そっか、そうやって覚えるんだ。僕はそれでなんとかできるようになりましたね。あれ、ブラジルに何人いたんだっけ、いた期間は1年半弱ですかね。1年半弱、はい、1年半後にはどれだけ喋れるようになってたの。日常会話は今でも大丈夫ですよ。本当に、はい、例えば、はい、この机の上にパソコンがありますってなんて言うの、ポルトガル語で。今ここで言うんですか、それを。言えない別に言えるんですけれども、いや、間違ってもいいんで、はい、コンプタドールエスタのエメーザ。すごいなぁ、そうなんだ、そうできるんだのね。はい、いや、すげえ。じゃあ本当に買い物、まあ
どっか買い物行ったりとか、はい、なんかあっちこっち行って、はい、ねえ当然いろんな会話すると思うんだけど、はい、それは全然 OK なんだ。本当に日常会話は大丈夫なんだ。そうですね。へえ、はい、そっか、やっぱりそういう風に習得するのが一番早いんだね、もしかしたらね、はい、へえ、いや勉強になりますね。